狙う場所がいまいち分かってないんだけど、どうすればよろしいでしょうか。よし。シド王子、来ました。でかいな。おう、来たな、リンク。待ちわびていたぞ。やっとだよ、やっと。ゾーラの鎧と電気のある準備はできたか？準備した。グッジョブだ。さすがはリンク。さあ、水の真珠を沈めに行くぞ。それ。私もそんな感じで行くんでしょうか。水の真珠の背中を見てくれ。背中？どれが背中だかわかんないですけど、それ？ピンクに光る装置が見えるだろう。あれを電気の間にいるんだぞ。君にはゾーラの鎧に宿る滝登りの力がある。俺が君を真珠の層まで連れていく。そこの滝から飛んで狙うんだぞ。君ならやれる。俺は信じてるぞ。さあ、俺の背中に乗ってくれ。わかった。いい返事だぞ。よし、来い。よし、行くぞ。これ攻撃とかされるんよね。水の中なら誰にも負けんぞ。めっちゃ怖いんやけど、なんかスピード速くね。ルッタがこちらに反応している。一旦離れて攻める隙を伺うぞ。俺は全速力で突っ走る。チャンスと見てはルッタの敵に突っ込むぞ。真珠バルッタは古代の不思議な力を使ってくる。氷のようなブロックも古代エネルギーらしい。大将は君に任せろ。どういうこと？真珠バルッタ。あれ、何、撃ってくるの？待って。ってことは、あれ、弾き落とさんといかんのかな？私、弓はちゃんと、装備。ちゃんと強化リザルボーとかにしといた方がいいんじゃね？あ、待って。すげえ、普通にダメージ受けた。構えたままにしといた方がいいかな？あ、普通にダメージ受けてる、私。いける？ああ。受けてるってダメージ。下手くそか。あの辺の発射される前やったらダメなんかな。あー、何、いける？もうまだ？ねえ、待って、ダメージが普通にダメージ多い。やべ。あ、てか料理ももうだいぶなくなっとんかな。いやね。ということで、ちょっと普通に食おうかな。マックスバス、はい。ああ、よかった、ちゃんと弾き飛ばせた。今のは普通に当たったね。これ普通に剣とかでやった方が早いんじゃねって感じするけど、大丈夫。ほら、普通にダメージ受けてるって。多分次あれが、はい。なんなん、全然ダメじゃね。何、私ちゃんとできてる？できてないよね。できてないけんダメージ受けようよね。上化物肉。あ、今のはちゃんと。電気の矢？ちょっと待って。電気の矢。あ、そっか、電気の矢でやらんといかんのか、これは。はい。はい、上がる。何、どうやるの、これ。はっ。どこだ？これか。はっ。どう？今の。乗る。飛ばすぞ。ね、今、間違えた。そうじゃなくって、はい。はい。あ、大丈夫そう。はい。あんまり遠くてもでもダメなんか。遠すぎて撃ち落としてなかったってことかな。ちょっと慣れてきた。はい、オッケー。あ、電気の矢ね。ね、さっきのはさ、生け取ったん？さっきの電気の矢は当たったの？よくわからんかったけど。上がれー！はっ。どう？この辺か。お、やったの？イエーイ。あ、これでやったぞって言われとるってことは、あ、溺れたわ、ごめんね。無事か、リンク。うん、大丈夫、ありがとう。もっと早く助けてくれたら嬉しかったんだけど、どこ？はい。
分ダメージ受けてる。ちょ待って、体力回復、体力回復。この辺の剣鯉もうちょっと回復できるのいない？あ、この辺か、上化物肉。はい、あー来てる、あー危ね。さあ来いよ、この辺か。よし、あーくるくるくる。はいはいって全然できてない。はい、どれ、あーそっちから。方向違うとかあるの。次は前から来てるのね。はいはい、天気の矢。ちょ待ってね。はい、さっきみたいな感じなわけね。頑張ります。いけい、はっ、どこ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 、これか、はっ、あ、いけた、溺れた溺れた。もうちょっと早く下に来て着水し、着水、仕切り直し、すいません。あ、仕切り直しってことは何？あれなの？また一からってこと？これさ、私が溺れるたんびにダメになってる？もしや。待って、なんか形変わったんですけど、なんかほらギザギザしだした。とりあえず撃ち落とすのは、あ、あるあるある、ちょっと待って、行くのね。よっしゃ、いけいって、どれだ、これか、この辺。はい、え、なに、強化リザルボーが壊れそう。ちょっと待って、乗る。なんか強化リザルボー壊れそうらしいんやけど壊れそうらしいんやけど、なんか今どういう感じ。邪魔な氷目、邪魔な氷目。ちょっと待って、はい、危ない危ない危ない。あー、強化リザルボ壊れた。ちょっと待って、ということで次ちょっと兵士の弓でいきます。威力落ちるかな。でもとりあえず当たれば。おー、ダメか。うー、よかった、速いよスピードが。はい、ちょっと待って、この入れ替えが大変。2回ぐらいしかさ、いけてないんやけどさ。何、どこ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 、え、どれ、あの、ないんだけど。その高さから押してもダメなのか。え、あの鼻の先、もしかして。間に合ってないよ、沈んだじゃん私え、さっきのはどこに打てばよかったんだ。あ、待って、どこ、あ、はいはい、幸いなことにね、この木の弓は大量にあるんだな。来てる来てる、あ、あります。ちょっと待ってね、はい、どこ狙えばいいのかよくわかんないんだけど、赤いとこなくない？やっぱあの鼻先なの？ということかな、ここ？合ってる？この辺全体的に沈むのね。ね、鼻先入った気がしたんやけど、どう？ダメなの、あれ。何度でも行くぞ、多分ダメやったんやね。あの、狙う場所がいまいち分かってないんだけどどうすればよろしいでしょうか。普通の、はい、どこ、はい、来た、はい、来たよ、でい、そしてこういう時にさ、どこが赤いのかもちょっとよく見ておきたいんだけど。
赤いとこ、あ、危ねえ、赤いとこあった。はいはい。電気の屋根。あ、そこ。今回は分かったよ。今回ちゃんと分かったよ。はい。いった。いや、ちょっともうちょっと早く来てって。沈みまくってるから、私が、大丈夫。私が王女のすぐ下に行かないといけないのね。まあ。頑張るよ。コントロール。あの氷、はい。え、なんか2種類になったから。あ、この普通の四角い氷の方があれやね。飛んでくる、飛んでくるやって。飛んでくるスピードが速いんやね。あのなんかこの変な形のギザギザのやつの方が、待って、あー撃てない、うん、この変な形のやつの方がスピードは出てない。待って、スピード出てないとかどうでもいいけん、やられそう。やられそう。はい、上獣肉、はい、どこ正面、どれが打ち出されてるのかも全然わからんけんさ、ちょっと攻撃した後はこっちにちゃんと注目した方がいいね。はい、次。なんか両方のさ動き方が全然違うけん厳しいね。はいはい、来い来い。いやー、そっち順番的に四角い方が来ると思ったよ。うん、今の超ギリギリじゃなかった？うん。お、全部撃てた？はい。忙しいね、これ。だいぶ忙しいね、はい。あとどこ？あ、あれか。あとあっこや。よし、ちゃんとチェックしてから行くよ、今度は。こっち側。あっ。どこや、この辺か。いけた、おっしゃ、全部いった、やったやん。うお、最高だぞ、イエーイ。いけたいけた、これで静まった。お、これで雨が晴れた。見ろリンク、ルッタの砲数が弱くなったぞ。これでさ、崖も登れるようになるね、私。ルッタが浮上するぞ。姫の武器は中に入ることだろ。そばまで寄せるぞ。うまくやってきてくれ。中に入ってこれどうすればいい？中に入ってどうすればいいんや。リンクの目的が私にはよくわからんけど。お、来た来た。リンク、ありがとう。いえいえ。おかげで神獣の放水は止まったぞ。やったね。けど君がやらなきゃいけないことはここからが本番なんだろ。そうなんや。そうなんや、わからねえ。強い武器とかあるかな、中。幸運を祈っている。ありがとう。空の里でまた会おう。待ってるぞ。あれやね、下半身が見えんかったらかっこいいね。これ中にモンスターとかおるんかな。何？バルッタが起き上がったの。おーおーおお。リンク、君は最高だ。ありがとう指導王子。あ、ここにワープできるようになる、マジで？祠みたいな感じなん？ワープ地点としてこの場所をマップに登録します。無事だったんだね。うんうん、もしかしてミファ？思ってた、いつかあなたがここに来てくれるかもって。ん？ってことはここも無事だったってこと？カノンに乗っ取られたこのルッタを取り戻しに来たんだよね。でも声しか聞こえん。それならまず
内部の構造を示したマップを手に入れて。これは何？バルッタの中ですか？ということ？あれがマップの情報が入った移動石。なんかさっきガーディアンみたいなの見えたんだけど。ガーディアンみたいなの見えたんですけど、進むのこの先に。あれ敵？ね、あれは敵？これ。ああ、敵じゃん。これやっつけれるの？おお、なんだなんだ？敵ではない。なんか、結界みたいな感じやったんかな。よいしょ。とりあえずなんか、ここに、あ、ガーディアンではないか。あの、祠の中とかにおるような弱っちいやつやね。ガーディアンミニ版みたいな。はい、古代のバネゲット。これは、まあ、とりあえずはまず向こうに行くんかな。この辺なんかさ、違う違う。多分マグネキャッチとかでなんかするんじゃない？ほら。これでこう引き上げていく感じの。お、ほらほら出てきた。よいしょ。これでなんか出てきて、次はあっち側がなんかあるよね。これ多分中、入れないんじゃね？あ、なんかある中に。ほら。ってことはちょっと、こっちの方に。あれ、ああ、助けていい。あ、一応入った剣って死ぬわけではなさげ。はい、これでこの宝箱を。中身は？古代のバネかい。古代のバネかい。いや、まあいいものなんだけどね。ん？他。どっから来たんやっけ？こっちから来たよね。ってことはこっちにも何か。あるってことかな。敵が出てく。水？ここ水？あ、歩いて渡れるんか普通に。ふんふん、なるほど。で、ここで何かするんか。はい。水に濡れてもあれって大丈夫なんやね、シーカーストーン。シーカーストーンを確認しました。起動していない制御端末があるため、このメイン制御装置はまだ起動できません。向こうをせんといかんねやけど、どうやってするん？だってなんかさ、開いてなくない？扉。なんか開ける仕組みがあるってことかな。あそこか？とりあえず、普通の弓の方に変えて、弓っていうか普通の矢の方に変えて、はい。あの辺なんか、撃てたりとかする？いや、特になんもないね。あれ敵か！あれ敵だわ。敵っていうか、敵っていうか結界？ 2 回目。ふんふん。え、で、どうすればいいんだ、これ。なんか結界みたいなのは解けたけども。解けたけども？なんかできそうなことあります？開かないんですけど。マグネキャッチは無理っぽいね。ということは、他に、リモコン爆弾とか使えんよね、多分。よいしょ。で。違う。はっ。うん、開かないね。なんだ、何をどうするんだ？何をどうするの？ここもまだ多分、あ、ここできるんか。よいしょ。はい。
真っ暗やけん何もできんのかと思った。シーカーストーンを確認しました。残りの制御端末はあと4個。あと4個頑張って。え、あと4個もあるん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。